信されているはずです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、皆さんこんばんは。神楽姫です、ね、始まったんですけれども、はい、始まったんですけどさ皆さん、そうですね、まずはそうです、まずは本当にそうなんですよ。あのちょっとコメントあれなんですけど、はい、今日は本当は、うん、ツイキャスで、まあ、10周年ライブっていうか、うん、ツイキャスでお届けさせていただく予定だったんですけれども、はい、機材の不具合、うん、機材の故障、うん、あとおよび、不具合および故障ですね、うん、によってちょっとツイキャスでなくてちょっと YouTube で急遽そうです、ね、配信をさせていただくことになりまして、うん、またなんだろうな、ツイキャスはちょっと有料ライブということで、うん、
あのだったので、うん、その辺を、またそうですね、買っていただいた方がいるので、はい、あのその方に、まあ、ちゃんと、ね、提供しなきゃいけないっていう我々責務もあるので、はい、それを、どのようにしようかっていうのは、まあ、早急に、まあ、このチームで練って、はい、で、また SNS とかで、はい、まあ、こういう対応にさせていただければっていうことで、あのこちらからご案内させていただきたいなと思ってます。まあ、何よりも、もうごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、もうね、本当に今ちょっとね、そうそう、気づいてちょっと、あ、そっか、 YouTube ライブかっていうことでこう駆けつけてくださった方、皆さんね、ありがとうございます。ごめんなさいね、本当にバタバタさせちゃって申し訳ないです。そうですね、バタバタ30分前ぐらいに、あの急遽あの予定をこうやって変更するよっていうことで、今 そこまでいろいろやったんですけどね、はい、ずっとちょっとやってみて、もう見たものの、ちょっとまあ今回はっていう形になりまして、うん、ありがとうございます。あのメッセージたくさんいただいておりますけど、そうですね、でまずはあれですか、皆さん、はい、映像とか、音声っていうのは、うん、快適にご覧いただけてますか。大丈夫でしょうか。いただけてますでしょうか。どうだろう、コメントが、あ、大丈夫だ、あ、大丈夫だ、あ、そうだ、下の方に行ったらいいんだった、これ逆だった、そうそうそう、前逆逆また上に、上に行って、なかなか来ないな、なかなか来ないなとかって思ってて、あれもうライブ始まってんのかなとかって、あ、ここでありがとうございます。そうそう、まあ、今から始まるけど、あ、そうですね、これからですね。とりあえずもう何よりお詫びでしょう、これ。そうですね、この現状はね、何より本当にお詫びです。ごめんなさいから始めるしかないですよね。始めるしかないです、本当に。いいのいいのって言っていただいてます。 ありがとうございます、うん、あ、本当ですね、よかったよかったということで、どうもありがとうございます。あ、そら船さんと安二号さんと、はい、うん、大丈夫ですよ、 ありがとうございます、あの大丈夫、あ、よかったです、大丈夫です、大丈夫、あ、皆さんありがとうございます、大丈夫だよと皆さんいただいております、嬉しいです。じゃあ徐々にお集まりいただいている感じですけれども、うん、はい、見れてますよ、よかったです。音量もう少し上がりませんかっていうことだったんですけど、はい、どうだろう、音ってどうすか、ね、多分ね、うん、あの喋ってる時みんなこうあれだから、多分始まれば普通にそう、ちょっとね、あの、そう、もしかしたらちょっとトーンダウンしてたから、トーンダウンしてるので、ごめんなさいから始まってるからね、本当にもうね、もうそんな感じでございます。ちょっとなこの感じで行ってみたいなと思います。快適見えてる、あ、よかったです。 YouTube 登録してもらって、あ、ありがとうございます。 YouTube 登録ね、ある意味チャンス。じゃあなんでしょうね、まあ、今本当に徐々にお集まりいただいている感じで、はい、今56名様見てくださってるんですよ、はいはい、配信を、ご購入いただいている方に全員に、連絡が行っていたらいいんですけれども、今ちょっとね、多分みんなでちょっと、あ、呼びかけなんかしてもらえたら嬉しいなと思います。ああ、そうですね、こっちに切り替わってっていうことで気づかれてない方ももしかしたらいらっしゃる可能性がとても大 で、ね、うん、ずっと待っててこう いつ始まるのみたいな人なので、ね、申し訳ないんで、うん、ので、はい、一応ツイッターの方でコメント欄があるので、うん、あのコメントはしてこっちになりましたよっていうことはお知らせしたんですけど、ツイッターとツイキャストで、うん、あとメッセージも一斉送信でメッセージを送らせていただいたんですけど、うん、もしかしたら全員に、ね、メッセージってなんか全員に届かない場合があるみたいなので、うん、あの行ってない場合が、なんかさ、キャリアとかだとたまに行かないことがあるんだよね。そうなんですよ、だからなんかちょっとみんなでちょっと呼びかけ合って、まあ、カルサファミリーみんなでこう、はい、集まってもらえたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いしますということで、じゃあまあ始めていきますか。まあね、呼びかけしていただいて、拡散しました、拡散しました、ありがとうございます。呼びかけするからちょっと待ってください。あ、ちょっと分かった分かった、もうあれ呼びかけしてる、もう歌始まってるやないかって、まあね、もういや途中やないかい、途中やないかいって勝ってんのに途中やないかいつなぎますね。あ、兄貴さん頑張って、ありがとうございます。ゴンベさんも虚構さんも、ソラフネさんも、皆さんね、さっちゃんさん、うん、これねちょっとそうよ、あの初めて、前回初めてだったんですけど、今回 YouTube2 回目ということでちょっとコメントも慣れていきたいなと思います、徐々にね、はい、じゃあ、呼びかけ いけたかな、もうそろそろ歌入っちゃっても、本編に入っちゃっても、はい、よろしいでしょうか。64名、はい、64名ね、ちょっと徐々にお集まりいただいてるっていう形で、じゃあ待ってます、ありがとう。じゃあいきますか。
いきますか。いきますか。はい。じゃあ気を取り直して。気を取り直して、そうですね。気を取り直していきたいなと思います。はい、じゃあ懐かしい曲から。懐かしい曲から、ね。いきましょうか。いきます。はい。桃色吐息。Ah, ah, ah, ah.
かしら。さあ YouTube ライブでございますけど、本当はね、はい、ツイキャスライブだったんでございますけど、ああ一緒に歌ってくださってますね、うん、すごいですね。あ、いっぱいありがとうございます。ああああと、はい、ああああああ楽団もたくさんいいねと、ありがとうございます。さあたくさんパチパチパチといただいてますね、はい、曲目に、桃色吐息でしたね、うん、そして2曲目に2曲目にサージンのカナダですね、うん、オリジナルでございましたけれども、うん、さあさあ、あ、素晴らしい歌声ありがとう、パチパチパチと。この歌好き、この歌好き、うん、素敵な声最高、先生モノマネレベルアップ。モノマネそうなんです、私のあれ、私そうですよね、私のマネがすごい先生得意で、あ先生あ俺、はい、君のマネ、はい、私がああって言ったらああって言ったらああって、そうそうそう、だいぶそっくりになってきちゃったっていうなんかマネばっかりしてたら素敵、楽しい、楽しいですね、本当に楽しいです。でもあれ北口さんもさ、あのさオンラインでいろいろ割となんか話したりしてるじゃん、はい、うんうん、してますね。ちょっと関西弁移ってきてる時があるよね。そうなんですよ、本当にね、もう神楽姫でやると特にもうリハの時とかも思いっきり私も関西弁で、そうそう、伊藤ちゃんも関西人やからねそうそう、バリバリ僕と伊藤ちゃんの会話は完全に関西人の会話やからねそうそう、バリバリ映っちゃいます、そう、挟まれるとバリバリっていう感じですね。あ、素晴らしい、もりもり盛り上がっていきましょうと言ってますね、ありがとうございます、いただいてますね、最高ですとね、聞きぼれてコメント忘れてましたとありがとうございます、いいね、忘れてた、ありがとう。さあじゃあ、うん、まあそんなね、たくさんコメントいただいてるんですけど、じっくりまた読ませていただきたいなと思います。さあさあ、さあさあ、さあさあ、じゃあ、なんです、なんです、ここはたっぷり喋っても大丈夫なところでしたっけ。大丈夫ですよ。あ、そうそう、じっくりコメントを読みましょうっていう感じだったんですけど、ね、本当にあの実際ちょっと急すぎて、あの急あのさっきも話したけど、実際のここでコメントを読もうっていう話だったけど、うん、あの頭のごめんなさいで割と時間使ってっから、ね、そうですね、そっかそっか、そうですよね、そうですよね、だからほら、うん、思った以上に時間が過ぎてるっていうのはそのためでございますよ、ね、これまたまだ2曲ですからね、まだ2曲で、まだ2曲でこうなってるんですよ皆さん、まあ、当初の予定よりは10分から15分ぐらい押してるかなっていう感じになってますね、じゃあもうそうですね、早速いきますか、次、じゃあ、そうですね、これはあれですよね、これはね、次の曲は金字塔ですよ、金字塔ですよ、金字塔ですね、その昔、うん、ザ・ベスト10っていうのがあったんですけどね、はい、電子あの毎週毎週第1位が何週か忘れたけど、うん、金字塔ですよね、金字塔です、あの、ね、ご存知の方いらっしゃいます、うん、あのこういうソファーがあって、そうそうそう、あ、赤いソファーが、ね、赤いソファー1個あるんですね1個あるね、それにちゃんと名前がね、曲名がそう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 、ね、うん、今は俳優さんでもあの活動してるらしい、歌、歌の活動もね、そうなんですね、もともと俳優さんっていう、うん、でもね、なんかね、バンドもやってたっぽいよ、あ、じゃあバンドもしてて俳優さんも一つで、そうそうそう、だから歌えるという、大門軍団ですよね、大門軍団まあこれでみんな分かるかな、分かるかな、分かる人は分かるかと思うんですけど、じゃあ行っちゃいますか、はい、ルビーの指輪、ひと
煙たい感じのね、うん、渋いジャケットがあってね、渋い、うんうんうん、で僕らの時はね、あの大門軍団とか人気あったからね、うん、そのアルバム買ったやつはみんな部屋にねそのジャケット飾っとってもう本当にすごいいいですもんね、私も大好きで、でも大人になったらレイバンのサングラスやって思ってね、うん、ねそう大門軍団がねそう、かけててかっこいいからね、レイバンのサングラスやからね。そうなんですね。そうなんですね。懐かしいと思われてる方たくさんいるのかな、やっぱり世代ね。世代よ。世代ですね。世代よ。もう西部警察を毎日見てましたね。おね毎日見てましたね。見てましたか。ね、毎週見てましたね。そう本当に今から思うとありえないようなね。うんそう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 すごい戦闘シーンというかそう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 あの車潰しまくっとったらむちゃくちゃですからね今見たらね日産の車潰しまくっとったそうなんだそうそうそう小さいぐらいすごいですからね今見るとそうかそう、まあ、そういうのがあったって話そういうのがあったって話か、はい、そう、うん、じゃあ次の曲あじゃあちょっとさ、うん、次の曲がドリンク系の歌だからドリンク系の歌ドリンク系ちょっとあのみんなあのなんかさ乾杯してないねそういえばそうですね実はあ先生ないもうドリンク系ないですよドリンク系ないまた先生あのまあ私さっきちょっとセブンでコーヒー買って、はい、コーヒーにあこれ今コーヒーじゃないですよ紅茶なんだけどちょっと入れ直しました、うん、じゃあ皆さん、まあ、あの今日は皆さんお集まりいただいてどうもありがとうございます、はいまあ、今日は今 YouTube ライブですけどなんとねツイキャスを始めて10周年10年になりました、はい本当に皆さんのおかげでこうして続けることができております本当にありがとうございますということで、今日は集まりいただいてありがとうございますということで乾杯乾杯乾杯ありがとう乾杯乾杯乾杯本当はここでリコメント読むんでしょうけどもうなんかそうねもうなんかいろいろがちょっとひっくり返りまくってていろいろねちょっといろいろがねそういうまあイレギュラーの方ね、まあ、見てる皆さん面白い面白いね本当に、ね、楽しんでいただけてますでしょうか、はい、もう本当にいや楽しいですねでもねやっぱりライブは最高に楽しいです、うん、じゃあじゃあものすごい音立てるの大丈夫ずるずるずるものすごいずるずる言わしてる、ね、結構なりましたね今思った以上になってびっくりしちゃったそう、まずヘッドホンしてますからねそうみんな聞こえる結構近くでそうそうそう聞こえました耳元でずる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 どんだけそうですねもうじゃあ行きますか、はいキリマンジャロでのんたんこ コーヒーはいかがお嬢さん本日の気分に合わせ
キリマンジャロや。キリマンジャロや。先生もねコーヒーがお好きなのにちょっと飲み物を見せてます。キリマンジャロ好きなんですよ。キリマンジャロね先生。あのね酸味の強いコーヒーが好きでございまして。うん、美味しいですよね、うん、酸味のあるコーヒー。そう。私キリマンジャロとモカとが好きかな。そう。なんか酸っぱいの好きなんよね。うん。みんなは何コーヒーが好きかな。ねそうです。ねえ、なんかいろいろあるもんね。コーヒー結構いろんな種類があって、たくさんある。たくさんある。そう、あのね、うん、ちょっと余談になるんですけどね、うん、余談でもよろしいですか？あ、どうぞどうぞもちろん。あのここ皆さんこれ配信してる場所はご存知だと思うんですよ。うん、ね、うん、BC スタジオ神楽坂さん。そうそう、ここ見えてる。このね近所にね、あのね、うん、ボルカンさんっていうね、うん、コーヒーショップがあるでございます。ああああ、はい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 。ね、はい、あってそこのコーヒー北口さん一回。飲みに行ったことあるでしょ、はい、めっちゃうまいでしょ、まあ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。自家焙煎でなんかお店入ったらもうお店の中で焙煎してて出してくれんねんけど、うん、なんかそのボルカンアスールっていうね豆の種類があるらしくて、うん、どうやらそこのボルカンさんっていうお店が、うん、そのボルカンアスールっていう豆を日本で扱ってる頂点らしい、うんうん、へーそうなんだ。そうそうそう、なんかそっからボルカンっていう名前は来てんだってよ。あ、そうなんですね、うん、でもすごいお手頃価格じゃないですか、うん、それなんかめちゃくちゃ高いわけじゃないですか。 あそこ、そう ね、 うん、なんか一杯コーヒー、うん、いやでも値上げちょっとしたんでしたっけ。200円になった。200円になったのか。200円でも200円ですよね。でも200円、そうそう200円、一杯200円、だからまあセブンコーヒーも嫌いじゃないけど、うん、セブンコーヒーが100円で、うん、あの味が200円ってなったら、うん、まあ200円の価値は結構ある。うん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 、ぜひね、あの神楽坂のこの辺に来たら、うん、そのボルカンさん、ボルカンさんね、そうそうそう、ボルカンさんのなんか CM みたいな、ボルカンさんに、ね、ボルカンさんへ、ウェルカムボルカン、ボルカンボルカン、みんな大好き、みんな大好き、みんな大好き、ウェルカムボルカン、ボルカンさんね、そんな話されてるとはね、知らないですけど、そうですね、ボルカンさんも、結構みんな気に入ってるっていう、そうなんよね、そうそうそう。うん、じゃあでなんかね、うん、勢いに乗ってね、うん、回数券買ってみたんやけどね、あ、はい、あんまり来る機会がないからあんま減らへん。あ、そうですよね。ですよね。減らへん。そうですよね。それはなかなか回数券はね、なんか勧められるままに買ってしまったんやけどまあまあ有効期限ないらしいんやけどね。あ、本当にそれはいいですね。あ、でもでもそうそう、ね、ライブ月に1回ここでやってますし。あ、そうですね、うん、で10枚11枚かな、うん、10枚10杯分で11枚ついてくるやけど、うん、まあ、11ヶ月は使えるってこと。あ、使ってますよ。あ、ね、あ飲みますよ僕は。飲みますよ僕は。返す系横取りで横取りされるらしい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 。じゃあ次の曲もカバーで、はい、うん、私のね父が好きな曲なんです。好きっていうか歌ってカラオケでよく歌ってて、うん、それで覚えたのかな、うん、で今回ね全部リクエストいただいた曲なんですよ。カバー今
今カバー前の3曲目ぐらいかな、うん、ですけれども、これもリクエストがあったからちょっとやろうかなっていうので、うん、なんかいっぱい話したくなる、話してもいいんじゃないですか、うん、大丈夫ですかね、まあ、話したくなるっていうか、押してることは押してるけどね、押してることは押してる、うん、これあのあれですよ、話したくなるっていうよりはここあの先生がさっきちょっとなんかこの話しててあ面白いなって言って、じゃあ続きは本番で聞きますって感じで言ってたので、実はね、そう安全地帯の曲ね、はいはい、玉木さん歌ってますね、はいはい、そうなんです、はいはいってちょっと待って、なんかちょっと待って、頭がじゃあ次のこと考えてます、はいはい、喋れ喋れって言うから喋っとんねん、はい、な、はい、何やったら帰ろうか、いやいや先生神楽姫の家具おらんかったらラヒメ、ラヒメ、だから僕とね、実はね、はい、伊藤さんってそんなに年が違わないんですけど、はいそうですね、僕ら青春ど真ん中っすよ、うん、安全地帯とかっていうのはね、安全地帯が出てきたあたりっていうのがニューミュージックがね、そうそうそう、前世というかね、そうそうそう、だから歌謡曲からニューミュージックに変わっていく感じよね、ちょっと割と衝撃的でしたね、そうそうそう、おしゃれでもあるし、うん、なんかちょっと毛色の違ったバンド、そう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 、うんうん、であの北海道でね、うん、みんなであのずっと住んでたんやって3年ぐらい一緒に、うーん、1曲作って、うん、バンド練習して、うん、廃校みたいなとこ借りてね、合宿みたいで、そう、うん、でそれを噂を聞いた陽水さんが、うん、はい、なや安全地帯で、うん、ちょっと見に行ってこう言うて、うん、で行って、うん、ゆうちょっと東京来ちゃいなよっていう話らしい、ジャニーさんそんな、いや東京行っても仕事ないですやんで、とりあえず俺のバックバンドから始めりゃいいさってことで、うん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 、でバックバンドしたんですよね、そう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 、ね、うんうん、で実は初期の安全地帯の作品って結構陽水さんが歌詞書いてるやつ、うんうんうん、これもそうやんね、確かに、うんうん、これもそうか、なるほど、うん、多いよね、そうですね、おしゃれですよね、そう、あの玉置浩二のちょっとエロい感じと井上陽水の、うん、あの、うん、あの何とも言えん歌詞の世界がね、あたまらんですね、私も大好き、うん、本当にもうみんなこの、うん、あのカラオケってさ、みんなあの、うん、玉置さん の, あの苦しそうな感じで歌うんですよね、ああ苦しそう、普通に出て歌えるのに苦しそうな顔して歌うんですよね、そう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 ちょっと演出入ってる、そう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 普通に歌えるやん、おっさんそう、なぜか苦しそうな顔しておっさん普通に歌えるやんあるあるですよね、ある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 、安全地帯あるあるあるということで、はい、お送りしますか、はい、そうですね、はい、じゃあ出していただきます、はい、マイネットの心、バッドリーうん、キス
うものだよと楽しいな、この曲。楽しいな楽しいですね。楽しいですね。さあさあ、もうあれですよ、この曲すごいブレイク中で、また今再ブレイク、そうね、再ブレイクっていうか、なんかたびたびブレイクしてますね、この曲。海外っていうのかな。そう、なんかね、ヨーロッパとかアメリカでは日本のシティポップが大変人気らしいよ、ね、うん、これがなんか火付け役っていうか、うちの子供も知ってますよ、マジ、マジ高校生ですけどね。高校生知ってる。Stay with me。すごいね。だってこれ何年前の曲ですか。私生まれてるかな。生まれてないかも。昭和じゃない。ね、あなた平成生まれやからね。そうそうそう。平成生まれですから。今回これライブするのに、この音源を先生からいただいて、はいはい、家で聴いてたら、あ、で歌ってましたもん、一緒に。え、なんで知ってんのって言ったら、僕知らなかったんですよ。バズって、ね、流行ってるのは。たら歌ってるから、え、なんで知ってるのって言ったら、いや、今流行ってるよって。そうなんや。って。そうなんだ。TikTok とかで。そう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 。で、いろんな人がこうカバーを歌ってるそうで。だからね、結構いろんな動画が上がってるそうで。なるほど。文字通り今もカバーしてたからな。そう、今カバーしてたからね。そういうことですよね。北口バージョンがそのうち上がるんですかね。そのうち上がるか。上がりますかね。上がるでしょう。上がるでしょう。いっぱい見てね。録画残しておきますよね、これね。YouTube ライブ。YouTube ライブはいつも残してる。残してる。結構でも見てくれてる方多いみたいね。そう、YouTube。前回のやつも。そうなんですよ。
ありがたいことに、ね、録画を置いておあのそうそうどうしようかなっていうあのどうしようかなっていう話も残ってるんですよね。あれ録画を次の日までに限定公開しておこうかなっていう、そうここでもうなんか完全にミーティングみたいになりながら配信して、それも残ってるの、それも入ってるんですね。そうそう、それごと全部残ってるのがだからあのそう前回のも見ようと思ったら YouTube ライブ見えちゃうよっていうね。そうそう、フルででもまあ YouTube はさ、はい、なんかあれよね、そのアーカイブ化して昔のものも見れるっていうのがまあ特徴やからな。そうですね、それはなんかいいのかななんて思ってるんですけど、うんまあ、昔に比べれば結構削除されるやつもあるけどね。あ、なんかそうみたいですよね、うんうん、でも なんで今のになってあの和製シティポップが海外で流行ってんのやろね。やっぱりでも今なんだろう、うん、やっぱいいから。でもさ、サウンドからじゃない、うん、だって歌詞とか分からへんでしょ。ああ、そうでしょう。ああ、そうですよね。ね、先生さっき山田さんもね、うん、山下さん、そうそうそう、山下達郎さん、だからそこからの、まあ、日本のシティポップの代表って達郎さん、ね、やからな、うんうんうん、ですよね、うん、今になって今になってまあ達郎さんは元気やけどね。うんうんうん、本当に、ね、うん、確かに曲いいですか。そうそう、全然いいよね。ね、楽しいですって、44年前かって。ナイススパ。44年前 ?44 年前、うん。あ、そうなんですね。この曲は、うん、多くの人に見てほしいねって、うん。うんですね。アーカイブ残してくださいって。うん。うん、楽しい、あ、やった。雰囲気あるいい曲をナイスにありがとうとね。ハー、うん、ほうとか、ハートかわいい。そう、今回ちょっとね、うん、カバーは、うん、新しめっていうか、ニューミュージック、うん。ちょっとの匂いするのが多いですね。ね、多いですね。うんうんうん、今までは結構ほらあの昭和歌謡と真ん中みたいな、うん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 、ね、うん、感じで。いいですね。いいですね。いいですね。まあ僕とかも伊藤さんは、うん、あの、うん、ど真ん中ですから ね。そうですよね。うん。うん、もっとニューミュージックしましょうよ。しましょうよ。ね、しましょうよ。しましょうか。しましょうか。しましょうよ。神楽姫やりましょうよ。ガンガンよ。この辺やったらいろいろありますよね。ね、あります、ね、うん、そうですね。温泉地帯って、まあ陽水さんはでも古めのやつやったよねあれ。あ、うん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 。前。そうですね、前はね、あの陽水さん結構大好きであのあれこれやってますね。そうそうそう。うん、いろいろやってますね。あなた陽水好きよね。大好き。うん、ね、好きなんですよね。めちゃくちゃ。ね、うん、好き、相当なんか井上陽水という動物って感じよね。ほう、ね、なんかいやだからその人間カテゴリーなんやけども、うん、あまあ井上陽水という動物って感じやろ。カテゴリーっていう、そう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 、ね、そう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 、そこはいいよね、すごいですね。じゃあ行っちゃいますか、はい、ちゃいますか次ね、これね、ちゃいますか、そうそう、はい、なんか真夜中のドアの次は何がいいかなって思った時に、うん、まあ歌詞とか見るとあれだと思うんだけど、これがいいなと思って、オリジナルで、スターリングミモア、はい、衝動で買ったわ、荷物も持ったで、シャバダバダバダ、電話越しちゃダメよ、その女神みたいの千葉玄関のままじゃ悲しいだけでしょ、しかし
流れゆくあたりがなぜか切なくて知らない街なんてやっぱり嫌いシャラダバダバダッくれぐれも知らない香水の香りまとわっていないでね信じていいでしょうちょっと手のかかる方が可愛いって言うじゃない私たちの関係に座るくないけど月一じゃ足りないの毎日見つめたい朝の夜の旅になるもうすぐ会えるかな小玉するみたいなありがとうありがとうありがとう小玉か小玉さん小玉さんや小玉さんや楽しいですねでもさ気づいたらもう8時なんですよね、はい、あ本当だなんか全然予定よりタイプ伸びてるんですけどまああれねもう、まあ、じゃあこれ次の曲まあサクッと言っておきますかここでそうですねそうですねここでサクッと、ね、おおってなるかなそうですね他の曲か、ね、っていうのでど嘘であそうタイトルいきますか、はい、少女へ
燃える曲やな。一応私少女系かな。あ、そういうやつ。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 いらなかったらしい。でもこれね、昔ね、北口さんの時代とかわかんないけど、はいはい、あ、ね、あ、そうね、はい、うん。悪いことしたりしてね、うんうん、未成年の場合はね、うん、実名を出せないから、うん、だいたいそういう場合は、うん、少女 A とかね、青年 B とかそういう言い方してたよね、はい、そう、少年 B、ね、そうみたいですね、うんうん、だからそれ、そういう流れがありのじゃないのかな、そうだと思います、この曲はね、うん、さてさて、あ、そうだ、何これ、あ、そっか、最後らへんだ、最後らへんだ、そう、最後らへんだ、らへん、次は最後らへんなんですよ、うん、らへんって最後らへん、多分ね、コメントでらへんって言って突っ込み入ってると得意の最後らへん得意の最後らへん、そうそう、最後らへん、本当に最後らへんなんだよね、うん、でも、うん、君さ、結構チューニングしてるけど、もうメーター見てる限り合ってるよ合ってるよ、よし、じゃあ、OK、うん、あー、楽しいな、楽しいです、ライブ、やっぱりライブ月に1回今こうして、神楽姫ライブやってますけど、今年はでも2月に1回やったのと、うん、ちょっとなんか3回か間空いてるんじゃない、間空いて、うん、先月で今月ですから、うん、ねえ、本当にこうやって毎月やっていけたらいいなっていうふうに思ってるんですけどね、そうですね、うん、うん、はあ、次いつしようみたいなね、まあ、次実はあれですよ、さっき言っちゃってもいいですか、あ、いいんじゃないですか、別に、うん、もうみんなでこうスケジュールをあれして、うんうん、なんと、うん、なんと、なんと7月の21日、はい、なんと7月21日は先生のバースデーの前夜祭みたいな感じですね、あ、そうだね、僕7月22日なんですよ、そう、20日つながりなんだってな感じですよね、12月22日で先生が7月の22日で、そうそうそう、あ、22日じゃないかってなって、22日じゃないかってなって、かーって最初の頃ね、22日じゃないかーっておっさん22日じゃないかーかーそうそう、ね、お、22日がつながりだと思って、ね、それでそうそう、7月の21日、まあ、水曜日にかね、あのここが、BC スタジオさんが、はい、お休みということで、はい、なのでそこでその日にか、うん、お帰りしてっていう形で、はい、水曜日にだから7月の21日がいいかなっていうふうになりまして、なりまして、なりまして、正式にまだあれですか、はい、あなたはあの これをだから、あの、そうなんですよ、そのさ、今日今回ね、 YouTube ライブにツイキャスが切り替わってるんですよね、だからそうだから次にそのまあどうしようかなっていう話をね、さっきしてたんですけど、そうね、だからまあ、いろんな、あの、正式にはまたお知らせするんですけど、うん、まあ、ひょっとしたら、まあ、でも今回来れて次来れないって人も中にはいるかもしれないけど、それは考えなきゃいけないと思うけど、うん、次回はもうお金いただかないで、はい、今回買っていただいてる方には招待コードを送るとか、ああ、招待コードを送るとかっていうのもまあ一つかなっていうので、うん、そうなんですね、もしくはもう21日までの間に何か別の形でライブするかとかね、うん、そうですね、ツイキャス、うん、そうご購入、ね、あの、うん、いただいてる方が今回の いらして、それをね、だからどうしていくかっていうような話をさっきしていました、そうそうそう、今回こういうことになってるからね、で、うん、そう、何だったっけな、何か言おうと思ったんだけど忘れちゃった、あれ今言おうとなってして、大事なことやったら言っといた方がいいよ、大事なこと今、そうでもないことやったらいいけど、結構大事なこと、ツイキャスご購入いただいてる皆さんに、うん、思い出せないもうすぐ本当にダメなんですね私あ、ちょっと思い出したらじゃあまた言います、はい、はい、じゃあ、うん、何、うん、だったかな、まあいいか、まあよくはないけど、うん、ダメなんです、ではやっぱりちょっと思い出せない、降ってこないかな、今あ、喋ろうと思って聞いてたら忘れちゃった、じゃあ、まあ、曲の途中で思い出したら、うん、もう一回曲止めたら
それ大変だ。それあり。それあり。思い出した。思い出した。本当？歌いながら喋り出す。あ、そうね。実はこういうことでこういうことだし。そうそうそう。そんな器用じゃないけど。じれたい、じれたい。あ、そうじれたいですね。今ね、思い出せないから。そう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 。まあじゃあ本当最後ら辺の曲です。いっちゃいますか。はい。ねえ、ホラフキンとスナフキン。ワン、ツー、スリー、フォー。道草をしてはいけません、そこはね危険な森、ぶどうを酒を抱えて歩いて、お家は昔の木の下、そこの赤ずきんの城さ、びっくりした、あのね、うん、筋肉ピキってない。わかるでもわかる。かる私あのここと親指結構バネ指になる時とかもうピキってあったらもう。なんやろな、イントロ弾き始めた時になんかピシッって電気来たんですけど。びっくりしたー。びっくりしたー。よくわからないけど。わからない。よくわからんけど電気くんがビシッってこれビシッってなった時大変ですよね。まあもうとりあえず始まってるし、これどうしようってなりながら、そう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 、なんかさ、うん、ピッて動くピッて手が本当にもうやばい、これなんかあの柔軟性をね、うんうんうん、持ってしてボッてしてボッてしてやらないとやらないやらないとねやらないとやらないとねえ、ね、じゃあほんと最後の曲なんですけど、ほんと最後、うん、ほんと最後、はい、ほんと最後、さあじゃあまあだからね、今回配信チケットをご購入いただいている方はまた改めてお知らせさせていただきますので、はい、ですね、7月の21日はまず神楽姫でライブをやるということが決定しておりますので、そこは
ぜひとも、来てもらえたら嬉しいなって思うんですけど、配信ライブね、うんうん、やっぱりまだ思い出せない、うん、あ無理無理どんな系でもその系です。あのご購入いただいてる方、このご購入いただいてる方に何かをお伝えしなきゃいけないことがあって、うん、なんかね今回こういうことになってっていうことで、うん、頭の中でぐるぐるあのなんかそうそうそう、ね、ご購入いただいてる方への気持ちがあるんだけど、あえあって思ったよな。そう、うん、あって思ったよな。あって思って、あこれは伝えておかないとなって思ってたんだけど、うん、伝わってないね今のところまああのそうそう、まあ、また改めてなのでちょっとあのはい、はい、また改めてお知らせとかいろいろ覚えたらいきましょう、ね、あの思い出したらいけ、そうですね、はい、まあまだこのまだ最後あるけど、ね、最後あるけどあれがあるので ね、うん、最後あるがあるけどあれがあるのであれがあるので、ね、あれがあるの で、 あれがあるのでじゃあはい、こんな感じでいきたいなと思います。じゃあ最後、今日はありがとうございましたということで、はい、うん、今宵ディスコテックで、バッドピーうん、
これどうする、俺たち、俺たち携帯見てないけど、僕らだけが盛り上がってるんだけど、誰もアンコールしてない場合はどうすんねん。だいぶ苦しいな、それは。大丈夫。大丈夫。すごいアンコール来てます。あ、本当に。すごいアンコール来てます。本当にさ、面白い、楽しいな、本当に楽しい。あいつら何やってんの。暗い画面で。やばいね。もうええし、みたいな。温度差がね。温度差が、うん、あ、でも大丈夫、みんなすごいアンコール、ありがとう。すごいアンコールいただきます。はい、すごいアンコールいただきました、ありがとう。見つけてた、はい、うん、見ましょう、見ましょう。はい、ね、ちょっと見てみて。ね。うーん。先生、今、あ、そうね。今開いてます ね。パチパチパチと。アンコールたくさん、イエーイと。イエーイ。アンコールは飲めない。アルコールはね、アンコールじゃないか、アルコールは飲めない。新型タブレットやからね。うん。うん、アンコールですよ、うん、アルコール、アルコールってアルコールって、あ、あのよくあるネタのやつですよね。マンホールとかね。そう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 、ま、あ、マンホールね。マンホールとかね。よし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 じゃあ、ありがとう。ちょっとね、あのアンコールの曲にしては珍しいなっていうのを、ちょっと珍しいも何も初めてやるんだけど、ちょっとカバーなんかをやっちゃったりしようかな。アンコール1曲目にカバー、しかもこの曲へ、しかもこの曲へですね。はい、はい、まあ、そんな曲をお届けします。償い。償えば
と。いい曲やなこれ。いい曲ですね。いい曲やな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 。さあ本当に最後になったよ次、うん。本当に最後になっちゃった。ね。うん、なんか名残惜しいなっていつも本当に思うアンコールでさ、うん、まあ今回アンコールが2曲っていう形にしてるからちょっとね、うん、もうちょっとあれなんだけど。もうちょっとあれ。なんかあれと言いますと。あれちょっとなんか。いつもとはもうねここでじゃねーとかってやってでもアンコールをオリジナルじゃなくてカバーで終わるのどうかなってそうそうつぐないで、まあ、そうつぐないでアンコールで終わるってバイバイっていうのもなんか新しいけどね新しいなんかつぐないで終わるのもねってなってお前つぐないいう感じやけどな何新しすぎるもう本当にもうまあつぐないでも今回さあとか言ってツイキャスね、まあ、YouTube ライブに切り替わりましたけどまあでもねYouTube ライブもすごい楽しいね。そうだね。うん、楽しいですね。うん、本当に。ちょっとチューニング。まあまあ、うん、ご迷惑をおかけ しながらもですけど、そうまあ、我々やることはあんま変わらないからね、うんうん。まあやることは変わらないんですけど、本当にだから、ちょっとね、その辺の、まあ、有料ライブだったので、元は。こうやって、ちょっとあの無料ライブで誰でも今見れるっていう形で、うん、録画も、まあ、ツイキャスだったら録画は2週間限定なんだけど、うんまあ、YouTube っていうこともあって、うんまあ、今回フルでずっと残しておこうかなって思うのでまた改めて7月 その21日とか、うんまあ、なんだろうそのツイキャスご購入いただいてる方にはちょっと違う形でっていうかなんだろうなそうね、うん、そうですね、うん、どういう形どういう形かで、うんまあ、予定がね本当に、まあ、今日だったから来れたんだけどっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけどそうなんですよ、まあ、だからツイキャスもでもその7月21日にやるあツイキャスにしますどうなんですかねあ 7月7月の21日、まあ、まあそれはね、まあ、ツイキャスにしながらなんか今日の人にね、うん、なんかうまくねうん、うん、なのでまあちょっとその辺はうんまあ、でも、うん、もうちょっとしっかり考えてからがいいです ね、 そのなんかもうツイキャスの使用上できないこともあってあそうそうこれだ思い出した、うん、ツイキャスの使用上ねそう払い戻しみたいなのがちょっともしかしてできないっていうことだったんでちょっとだからそういう形だから、うん、支払いなんだろうな払い戻しっていう形でなくて、うん、次にこうそういう形でつなげていくっていうか、うん、あの次に本当にちょっとねあの、うん急遽こういう形になってしまったんですけどあのご理解いただけたらと思います、うん、本当ちょっと申し訳ない気持ちもあるんですけどそうですね、まあ、でもこうしてまたなんだろうな楽しい今日こうした一日を一日というか今日の日はさよならじゃなかったでしょうけどそうちょっとなんかよだれ出てきてたんだよねもう本当にさちょっとあでもさ最後だからコメントを見ちゃわないとさ、ね、ここ本当に最後なんですよ皆さんコメントをいっぱい、うん、そうそう皆さんコメントをちょっとこれを最後、うん、本当に最後なのでね来ましたやったねありがとう、うん、さあね、うん、涙了解しました、泣きました大丈夫ですよってねあよかったいい曲やなとアンコールっていい曲やったってあ償いで終わる先生面白いって先生面白いって書いてナイススパってあスパちゃんのことかナイススパって何のスパだろうってずっと思ってたさっきねナイススパスパってほらあのスパあるじゃん頭とかエステじゃないけど温泉そうなんか、ね、スパってなんか急にナイススパってなんだろうって思ったスーパーチャットのことかなこれね2222とか2440とか ありがとうございますこれはスパーチャーだと思うスーパーチャットね、うん、いやもうなんかさ今日急遽さ YouTube ライブになってるからさこのスパあのそうそうナイススパにこうついていけなかった最初ずっとなんだろうスーパーあのこれそうそうあそういうことだったのね、うん、わ楽しんでいきますありがとうナイスパナイスパナイスパねありがとうナイスパンダ言われてるナイスパンダあパンダタレパンダタレパンダ誰がタレパンダ伊藤氏はなんかあのパンダがマスコットそうそうタレ目ですタレ目ですからタレ目が特徴の伊藤さんっていうね、はい、であとちょっと頭があのピカット先生ね、うん、何？ピカット先生。ピカチュウ。ピカチュウ。あ、ピカチュウ。ピカチュウ。五個が刺さる。五個が刺さる。本当五個が刺さる。あ、そうだ、先生にあの、そう手を合わせるといいことがありますから、神ですから。そうそう、神楽姫の神ですからね。
手を合わせるといいことがあるので、はい、皆さんぜひ。ありますかね。うん、ありますよ。もう本当にいっぱいいいことがあります。なるほど。あ、限定公開じゃないです。誰でも入れる。あ、そうなんですよ。今日はね、今日は限定公開じゃなくて誰でも入れるっていう、YouTube ライブにしまして、うん、あ、そっか、 YouTube でもこう限定ライブみたいな、限定公開みたいなのがあったのか。あ、でもじゃあみんなに行き着かなかったから絶対こっちの方が良かったと思います。そうだよ ね、 そうですね、絶対だ、うん、急にあれだから、うん、ありがとう。じゃあ本当最後の曲だよ。今はもう100人超えてます。 100人、ありがとうございます、もう本当に嬉しいですね。マジっすか、ありがたいですね、うん、マジスパ、うん、マジスパマジスパマジスパナイススパゲッティ、光組神様本当にね、ありがとうございます。なんか、あ、これなんか今来たよって方も、あの YouTube は残ります、これ残しますので、フルで一回残しますよね、一回というか、あ、残しますよね、 YouTube ライブ。そうだ ね、残して、あの、うん、置きますので、ね、ぜひあの最初から見たいよって方は、YouTube またこれ終わったら見れるようになってるのかな、うん、おそらく、うん、おそらくはなってると思うので、ぜひぜひという形で。じゃあ笑いが絶えない、最高、ありがとう。笑いが絶えない私も絶えないじゃあ、うん、君なんかマスコットみたいな、ね、マスコット、マスコット、なんかマスコットみたいな、なんか、なんかなんかマスコットみたいな、何のマスコットやねんやねんって言って、やねん、なんかマスコットみたいな。そうか、うん、じゃあまあちょっと何のマスコットかはちょっと考えておきましょう。はい、はい、じゃあ本当に最後の曲となりましたけど、ね、今日は本当に、急遽のね、この急遽だったんですけど、そうだね、でも YouTube で、そうだそうだ、ツイキャス、今日突然だったけど来てくださった方もいらっしゃると思います。今日本当皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。神楽姫また7月の21日に、はい、ライブをやります。それはツイキャスなのかな、うん、でもツイ、あのあれですよね、画面最後のツイキャスじゃなくて YouTube ってなってると思います。そうだ、最後の画面が、うん、最後の、あのエンディングっていうか、これがライブが終わったら、うん、あ、エンディングで流れる画像が、次回は YouTube ライブですよってなってるんですけど、そう、これは今ツイキャスのプレミア配信やってることが前提の情報になっているので、一応7月21日っていうのはお間違いないということで、それは決定でいいんですけども、YouTube ライブになるかどうかっていう話は、まだそうですね、はっきりは、だからまだここではね、やっぱり今日 その買ってくれてる人っていうのもあるから、やっぱりなんかそこはなんか考えながら、うん、そうですね、別の日に改めてやるのか、7月22日にそこにツイキャスを合わせるのか、うん、そう、それはもうだからね、招待コードを発行してそのまま今日の方を入っていただくっていうのも、まあ考え方の一つではあるのかなと思いながら、はい、ちょっとそこら辺はちょっとまだね、あの急に、まあ、今さっきの出来事だったので、さっきというかライブ始まる前の、ね、だからできるだけ平等に手間がかからない方法がね、見つければ一番いいと思うけど、はい、それでちょっと、うん、みんなね、あのみんなみんな、あの一人一人納得いただける形は何なのかなっていうのをちょっと探りながら、ちょっと、うん、あのまた改めてお知らせさせていただきます。なんかこればっかり言ってるねなんかこれはでも、ね、いや、これはもうね、ちゃんと言っといた方がいいことですよ。何か言ってもね、言い過ぎじゃない、はい、うん、うんうん、ということで、うん、はい、泣く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 ってコメント来るかもしれない。泣くって泣くってじゃあ本当に名残惜しいからね、ここ喋りたくなるんだけど、まあ時間もね、気づいたらオーバーしてますので、はい、じゃあ最後、この曲で終わりたいなと思います。アクセクヒーロー、例えばヒーローでこの星を守るとか言っちゃったりして、僕は僕なりにせわしないこの星を愛してるんだ。
ー